読売中高生新聞プレゼンツ実録レコメンディスナー事件もイエ この時間はリスナーの皆さんから身の回りで起きた事件にまつわるタレコミを募集し鬼デスクののりさんと新人記者の私菅優香が聞き込み取材をしていきますはい紹介した事件はですね厳格な編集会議を経て読売中高生新聞の本紙に記事として掲載されるかもしれませんさらにネタを紹介された方にはもれなく番組オリジナル手帳をプレゼントいたしますじゃあ早速今日のタレコミを紹介してくださいはい、えー、今週は千葉県ラジオネームハッツーさんからの情報ですはい 僕が体験したのは真面目すぎる弟が起こした悲しい事件です、はい、ある日夜、ある日の夜僕がアルバイトから帰ってくると家に鍵がかかっていたので少しでも早く休みたいと思った僕は持っていた鍵で急いで扉を開けました、うん、しかしなぜか内側からのチェーンロックがかかっていて全然開かず 弟が先に帰っているのだと思い、インターホンや電話をしてみたが、反応なし。うん、何か事件にも巻き込まれたのではないかと心配になり、はい、とにかく呼び続けました。うん、しばらく経った頃、やっと弟から反応が。なんと、親の言いつけをしっかり守って、厳重に鍵をかけた後、寝てしまったそうです。うん、一日の最後に、どっと疲れました。そうですよ。幸せな感じの、なんか。ちゃん、ちゃん、ち,ちゃんって感じの。ねえ。 じゃあちょっとラジオネームハツに話を聞かせてもらいましょうかね。もし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 こ m 午後はこんばんは文化放送レコメンパーソナリティのお天気のりとゆかのすけです。お願いしますねお願いしますハツは今いくつなの？今18歳です。18歳。弟はいくつ？えっと今中学1年生です。あそっか。結構途中離れてんだね。そうですね。で弟が疲れて寝ちゃったんだ。 そうみたいですね<ー>、えー、どうよちゃんと言いつけいい子じゃない。え,ねえお母さんとかはあお両親は厳しいのちょっと。あっと、そうですね。えっと、変なところに厳しくて、なんか。ちゃんと鍵をか,けんとか,かけるのは大事なことだよ。えら <laughs> いね、ちゃんと守って、チェーンロックまでかけてるってことですよね。あと、変なところに厳しいってどういうところああとはまあ ち年んと宿やるとかと寝る時間とか結構全部普通だよ。<laughs> 全部ごくごく普通なことだよね。ちゃんと教育されて。あ、そうなの。でも弟可愛い,いでしょ。いや、全然生意気ですね。いやー、まあ、そうなのか、えー。あの中学生になるとなんか反抗期とかも来そう。あ、そうなんだね。うん、でも高校三年生で中一の弟だったら結構なんか全部ういイイって感じで許しちゃいけないけど。<ー>じゃあ弟に寝てんじゃねえよって怒った。<laughs> あ、怒りましたねったんだはいやっぱそっかでもこれが妹だったらまた話は変わってくるあ優しくてしますあらじゃあもしゆかのすけが妹だと思ってさ言える鍵をロックをかけてしっかり寝てしまいましたはいでむにゃむにゃって起きてきたゆかのすけがね「あごめんお兄ちゃん」と言いますからそれに対してじゃあ言言ってみてあわかりましたのすいあやばいどうしようハツごめん鍵閉めちゃった いい夢見てたなら、いいよ。何言ってやがんだよ。<laughs> 何言ってやがんだよ、お前。<laughs> <laughs> いい夢見したなって、その夢まで制限するんじゃねえって話だよね。えら <laughs> い弟と全然違うわね。<laughs> じゃあ、じゃあ俺が弟やるから、一回、<う>その<あ>実際弟にどのぐらい感じ起ことたか、一回言ってみて。<laughs> うん、はい。じゃ、用意スタート。あんた兄ちゃん、帰ってきてたのかよ。起こしてくれりゃいいのに。 寝てんなよおい <laughs> 全然違うじゃんやだねう <laughs> どういう可能性ダメだよ態度変えちゃすいません <laughs> <え>やでも解決策としては、うん、まあまあ弟あじゃあ隠し扉作っちゃうとか弟専用の <laughs> 隠し扉か <laughs> あとは穴を掘ってそっから入るとか、うん、結構大変だぜ穴掘るの本 <laughs> 確かに <laughs> ねえのりさん的にはどうですかいや僕もそういう経験ありましたもんね一緒に昔の相方と住んでる時にそいつが寝ちゃってて中、うん、か別にその内側からロックかけちゃってて、うん、全然俺夜中の1時にバイト終わって帰ってきてるのに<ー>そいつが全然起きないもんだから5時になってやっと起きてその間ずっと表でプル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 それはもう。 ああんとよく解散しなかったなって思って、解散してもおかしくないレベルでしたよ。<laughs> まあ後にあいつはやめたからなんとも言えないけど。そう寂しいですね。なんかその掘り下げないでおきます。まあね、それ見て寝るんだよね。解決策はあの <laughs> 緊張感を持てですね。緊張感。<laughs> 寝るときも。寝るときも緊張感持っ、えー、そんな感じですかね。うん、最悪弟父さんがいない間に引っ越しちゃうとか。 引っ越しちゃって引 <laughs> <laughs> っ越しちゃって弟起きたらゆかの,の杉さんあの意味が分かんないファンタジーでもないけど意味がついていけないんで <laughs> そ<か>じゃあなに初なんかちょっとお前まだい怒ってなったらゆかの杉に怒りを収めてもらうあーそうですねお願いしたいですねバカが <laughs> <laughs> そんな甘い罠にそんなそんな甘い手にお前しょうがない今回特別にいいでしょ <laughs> あわかりました <laughs> ありがとうございますはい。 初お父ちゃんにも、えー、優しくしてあげるんだよ。百万馬力キで頑張りきだよ。今日から変わります。ええいい子いい子。わかったいい子いい子じゃないですよ <laughs>、ね、また何か次回だったらよろしくお願いします。<laughs> えー、またね。はい、た失礼します。失礼します。いやいいね。うん、<果>じゃいい子になって本当によかったですよ。じゃノリデスク今回もこのネタにタイトルをつけてください。はいじゃあ今日はこちら閉まり。 ママリ一人じゃないの<お>一人じゃないってえ素敵なことをね天地、ね、<laughs> マ,マリさんのこれ戸締まりと、うん、この「天地マリ」っていうを、ね、かけてほかにマリが出てこないから「うん、一人じゃないの」っていうね天地、うん、マ,マリさん <laughs> 1972年に。 発売されている曲ですね知らなかったです私。えーえー、多分十代向けのラジオじゃないですよこれ、うん、<laughs> いやもう急に何が始まったのかと思いましたよ、えー、反省いたします <laughs> いやいや、えー、このコーナーではリスナーの皆さんから身の回りをした事件を募集中です受付メールアドレスはレコアットマーク jokr.net です件名のところに事件簿と回答を送ってください電話番号の記載もお忘れなく 紹介した事件はですね、厳格な編集会議を経て読売中高生新聞の本紙に記事として掲載されるかもしれませんそしてネタを採用された方には漏れなく番組オリジナル手帳プレゼント、たくさんのメール待ってます。さらに今回取材した内容は YouTube の文化放送チャンネルでアーカイブ配信されますのでそちらもチェックしてください。